はい、ゾインパートナーズの森です。今回はですね、2年 YouTube をね、やった結果というような感じのね、お話をいたします。2年ですね、YouTube のね、活動をして、もう9月とかでね、実際にはね、投稿したのが多分ですね、9月の後半だったと思うんですよね。2年ぐらい前の、2019年の9月の後半とかだったと思うんですけれども、今ね、9月の上旬なんでね、2年経ちましたって言ってね、2年まだ経っていないというような感じなんですけれども、そんな感じでね、2年経ってどうだったかという感じのね、お話をしたいなというところですね。で、2年経ってね、どうだったかというとですね、まあ、いろんなね、仕事が入ってくるようになったというところでですね、実はですね、取材というかですね、なんていうんですかね、なんか記事のね、監修してくださいねって言ってね、なんかそういった感じのね、仕事をこの間ね、受けました。で、その時のね、動画を撮ったりしてましたんでね、それもね、見ていただきたいなと思いますんでね、こんな感じですね、どうぞ。はい、じゃあちょっと録画しておきますね、とりあえず。まず、この見た感じで、高枝のこぎりっていうの、危ないですね。これは素人が使うのは素人っていうか普通に使ったら危ないですね、これ。プロの方でもあまりってやんないですね。なんでかっていうと、ハサミってこれ枝をこうやって切るんですけど、このぐらいのやつがバーンと当たっても大丈夫じゃないですか。でもそのノコギリ切るときって要するにすごい太いんですよ。それをこう切るんで安全な場所じゃないと落っこちてきた何かを操作するのがすごい難しくて、で高枝切りバサミになる、高枝切りバサミだったらそのハサミのこの径で要するにある程度の太さのやつしか切れないんですよ、ハサミだと。木の枝が、木の枝が太いからそれが落っこちて、そうノコギリだと、ノコギリだと太いところ切れちゃうんで、太いところバンって切ると例えばフェンスにダーンって当たっちゃったりとか、隣の家にドーンって当たっちゃったりとか、それこそその畑みたいなところで、なんか田舎で、なんかもう一本しか木がなくて、切ってもその落ちても全然大丈夫ですよみたいな風になると、別にそれはそれでいいのかなと思うんですけど、ただその切ったその行方がわからなくて、どうにかなっちゃうっていうパターン結構あるんですよ。ちょっと写真のやつ似てるやつ、これ、あ、多分同じやつかな。これ剪定バサミってやつ使ってて、あ、これですね。はいはい。これと、あとこのこれですね、木バサミっていうなんか、あ、木バサミ、木のハサミ、木バサミですね。盆栽とかに使うかそうな。あ、そうですね。であとこの普通の小切り、大体この3個は常に持ってて、であとその刈り込みバサミっていうやつ、これですね、はい、6番。ちなみに木バサミは何に、細いところ切るのに使うんですよ。この先端が違ってて、このハサミの、はい、こっちだとその太いやつは切りやすいようになってるんですよ。刃がこっちだけついてて、はい、こう太いのは切りやすいんですけど、こっちだと刃が両方についてて細いところをこう切れるんですよ。細かいところとかこの 刃がこう入っていかないんですよね。だから松の手入れしたりとか、なんか細かい枝切りたいときに使うようなハサミなんですよ。で、大きい太めの枝切るときはこっち使って、でさらにこれでもだいたい切れないようなやつだとノコギリ使うみたいな。枝のその種類によってとか、その手入れのその丁寧って言ったらあれですけど、それこそ毎年お手入れしててそんな太いとこ切らないよみたいな感じであれば、その木バサミ使ってなんかちょんちょんちょんみたいな風に やったりしますし、大きいこうなんかくなっちゃってるやつを小さくしたいよっていうのであれば、やっぱ太い枝ばっかり切りますんで、さっきの剪定バサミっていうのとノコギリ使って太いとこからバンバンバンって切っていくっていう風な感じになるんですよ。で、全体的にそのなんか葉っぱとか枝とかで生け垣とかみたいなやつを整えるのにこういうのを使うんですよ、刈り込みバサミって。あ、これ選び方とか選ぶポイントなんか、切れるやつがいいんですけど、ただその DIY の人だといくらまで金払うかっていう結構あるんですよ。でこの写真のやつ、僕多分同じやつ、おかつねっていうメーカーのやつなんですけど、これだと3000円ぐらいするんですよ。で安いやつだとこう700円ぐらいから売ってるんですよ。だから安くてもいいのか、切れ味がいいのか、あとこの握った感じもちょっと違うんですよね。あと刃の大きさも違くて、これ僕刃大きい方が好きなんですけど、小さいやつじゃないとこれ握れないみたいなのもあるんですよ。あと ここのなんか形とかも
そのメーカーとかによって違うんで、通販で買うっていうよりは一回なんか握ってみたりした方がかもしれないですね。でもこれおかつねのやつ一番僕いいと思うんですけどね。なんか売ってんですよ普通にどこでも。でここのパーツがなくなるんですよこのバネが。でこれも売ってんですよどこでも。ああ。だからどこでも売ってるんでなんか買うみたいな。でパワーっていうかその刃がすごい強くて折れにくいんですよ。あこれですね。あそうですねおかつねの。おかつねっていうもんですね。というような感じでね、見ていただいたんですけれども、概要欄の方にね、リンク貼ってありますんでね、まあ僕がね、記事を書いたわけじゃなくてですね、こういろんなね、質問を受けてですね、それにこう返事をしてですね、こういうのはどうですか、こういうのはこんな感じですか、ってね、それに返事をしてですね、あ、じゃあわかりました、記事書きますって言ってね、その記事を書いて、で、それをね、見てね、これが違うんで、こういうふうに直してくださいって言ってね、で、直りましたんで、じゃあこれで、ね、記事アップしますんで、みたいな感じでね、監修したというようなね、感じの仕事も来たというところですね。で去年ですねちょうどね今ぐらいの時期だったと思うんですけれども、某ね有名な外食チェーン店さんで、研修のね、講師としてですね呼ばれたというような感じのね、こともありましたね。1年やってね2年やってね特殊というかですね、なんかちょっとね、変わった仕事っていうのはね、そんな感じのね、2年やってね、その2つだったというような感じなんですよね。今んとこね、企業案件みたいな感じでね、これなんか紹介してくださいねみたいなのもね、一回もね、お誘い来たことないんでね、来るもんなのかなって本当にね、思ってるというような感じなんですよね。で、まあ2年やってね、そんな感じというところでね、まあまだまだね、ずっとやっていこうかなとは思ってるんですけれどもね、まあやってみたらそんな感じと。まあ今で、ね、もう2021年なんですけど、今からね、YouTube 始めたら遅いんじゃないかなって思ってる方とかもね、結構いるのかなとは思うんですけど、全くもってね、そんなことはないんじゃないかなと思っております。今からね、やっても全然ね、楽しいですし、まあ稼げる人は稼げるかもしれないんですけれども、まあ僕の場合はね、なんかそういう感じでね、稼ぐっていうよりはですね、お客さんに対してね、こう、アプローチしてるっていうような感じになりますんでね、まあちょっと遠巻きなね、広告活動という風な感じになりますね。で、まあその、他のね、ところでもちょっと取材を受けたような感じのことがね最近あったんですけれども、それちょっとね今まだ言えないんですけれども、その時はですねお話ししたんですけれども、僕がねこういうふうにお話ししてですねちょっとでもね見てくれる人が増えるとですね、造園業をやりたいっていう人とかね、あ、造園の感じってこういう感じなんだとかね、そういう仕事がね、絶対数増えるんじゃないかなとかね、あとやってくれる職人さん増えるんじゃないかなっていうところをね、思って始めたというような感じなんでね、まあそれはね、今も変わらず2年経った今も変わらずね、並行してね、やっているという風な感じになりますね。なんでね、2年やってそんな感じと。まあ今からやってもね、遅くないんじゃないかなと僕は思ってますんでね、ぜひともね、やりたいよという方ね、やるのもいいんじゃないかなと思います。ただね、すごい大変なんですよね。やっぱりね、YouTube のね、大変なのはですね、話をね、考えなきゃいけないね。で、編集しなきゃいけない。で、サムネイルも作んなきゃいけない。で、すごいね、まずね、コメントが来るのがね、基本悪口と。最初の頃はですね、悪口をね、すごい書かれる。それにね、耐えなきゃいけないっていうのがね、一つありますんでね。で、それ耐えるとですね、結構なんか、あ、助かりましたとかね、おかげで植木屋さん目指すようにね、庭師さんになりたいですっていう人とかね、出てきたというような感じですね。実際ね、うちの会社のですね、応募で来る方とかでも、ね、求人でね、応募で来る方とかもですね、僕のね、この YouTube のチャンネル見ていただいてね、応募しましたっていう人もね、何人かいましたんでね、まあ今後もね、続けていけばそれもね、何人かどんどんね、増えていってくれるんじゃないかなとは思っているというような感じですね。まあ大体ね、2年ぐらいやるとそんな感じなのかなと思っております。まあチャンネル登録者数もね、ありがたいことに2万、1000人かなぐらいね、今のところいるというような感じでね、見ていただいている方もね、じわじわと増えてきているんじゃないかなと思っておりますんでね、ありがとうございますというような感じの動画になっておりますね。まあ先ほどね、言ったちょっとね、なんかね、他でね、インタビュー受けたよっていうのもですね、まあ近々ね、なんか多分連絡くれるのかなと思いますんでね、なんか面白い仕事だったんでね、受けたというふうな感じになりますんでね、そっちの方もね、まあ興味があるかってのはあんま興味ないと思うんでね、皆さんね、興味ないと思いますんでね、まあ、興味あればね、待っといていただければなと思っておりますというような感じになりますね。その YouTube 始めてですね、何が変わったかって言って一番変わったのはですね、パソコンをね、買い替えたっていうのがね、一番ね、大きかったのかなって正直ね、思ってますね。
あの前ね、以前ね、MacBook のね、あの、プロって使ってたんですけど、今ね、この MacBook Air ってね、あの、なんか M1 チップ搭載のね、新しいやつでね、こっちの方がね、あの、作業が快適になるんでね、これに買い直したっていうぐらいですね、一番大きく変わったのはね、あとはあんまりないのかなと思ってますけどね。はい、そんな感じになりますね。というような感じでね、今回もね、そんなになんか意味があったのかないのかっていうような感じの動画になっちゃってるんですけれども、まあ、普段はね、あの、植木屋さんとか庭師さんとかね、最近ね、あの、よくね、あの、このマニュアルというかね、やり方をね、こういう感じですよっていうのをね、わかりやすく説明している動画っていうのもね、ちょこちょこ出していてですね、うちのね、従業員向けに出しているような感じになるんですけれども、まあそれもね、ぜひとも見ていただきたいなというような感じで思っているというところでね、もうそろそろね、2周年になりますよというような感じのお話をしております。チャンネル登録まですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方も今のうちによろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。